名前が勝手に変わった？大丈夫です。心配しないでください。今ね、ゲームの名前が勝手に変わったり、メールアドレスを入れて設定してくださいとか、あと友達とボイチャができなくなったとか、いろいろね、フォートナイトをプレイするにおいて困っていますみたいなコメントをね、生放送でこの前たくさんいただいたので、タクマンの10歳のアカウントを作って、その直し方を調べてきました。はい、なので安心してください。この動画を見れば解決するはずです。そもそもね、なんでこんなことになってしまったのかというと、12月の7日、ちょうど今から1週間ぐらい前ですね。そこでね、エピックゲームズ、機能限定アカウントの仕組みっていうことで、12月のね、7日、日本時間で言うと12月の8日から、機能限定アカウントっていうのがね、開始されちゃって、これによってね、年齢の若いプレイヤー、一応ね、何歳以下かは明言されてないんですけど、この辺にね、18歳未満って書いてあるんで、多分17歳以下の方、17歳以下の方がね、勝手に名前が変わったり、ボイチャができなくなったりね、自動で設定が変更されちゃったみたいです。まあ、なんでね、エピックゲームズがこんなことしてるかっていうと、若い子供、何も知らない若い子供が、なんか悪い大人とかにね、騙されて、お金を取られたり、いろんなね、事件に巻き込まれたりしないように、ちゃんとね、保護者の同意手続きがないと、自分で名前設定、まあ、自分の本名を設定できませんとか、知らない人と勝手にボイチャができませんとかね、そういう設定がフォートナイト側から勝手に機能限定アカウントっていうことで機能を限定されちゃってます。 OK、 そしたらね、直し方いろいろ書いてあるんですけど、やり方わからない人のために一つ一つ説明していきますと、まずは一番最初にエピックゲームズのアカウントを作った時のメールアドレス、そのメールアドレス、多分お父さんお母さんのメールアドレスにこういうメールが届いてると思うんですよ。このね、メールが届いてるのを見つけれた方はここのね、続けるを押してそのままね、設定に飛べるんですけど、このメールが届いてない方はメールをね、再送信、迷惑メールに入っちゃってたり、メールアドレスを忘れちゃったりしてて、このメールが届いてない方はこのメールのね、再送信もしてもらいますので、メールが届いてる方はここからちょっと飛ばして大丈夫です。で、メールが届いてない方はメールのね、再送信の仕方を今からちょっと説明します。はい、まずはね、このフォートナイトにおけるエピックゲームズ機能限定アカウントの仕組みっていうページに行ってもらうんですけど、多分わからないと思うんで、下の概要欄とかコメント欄にここのページの URL 貼っておきますね。そしたらこれをちょっと下に行くと、ここに保護者による同意手続きっていうね、青いボタンがあります。で、この青いボタンを押してもらうと、エピックアカウントの保護者の同意ページに飛ぶんですけど、ここでね、もしサインインしてない方はここにサインインっていうボタンがありますので、そこのサインインからね、メールアドレスとパスワードを入れて、自分のアカウントに入ってください。はい、ここでね、13歳未満とかの人は勝手にね、名前が変わっちゃってると思います。自分もね、子供のアカウントが勝手にね、ボットみたいな名前、英語プラス数字、ボットみたいな名前に勝手に変わっちゃってるんですよ。はい、なので、はい、一番下あたりまで行くと、この辺にエピックアカウントポータルって書いてありますので、一番下の方ですね、一番下のところにエピックアカウントポータルって書いてありますので、これをクリックします。そしたらこのページに飛びますので、ここのね、リクエストを再送信するっていうボタンを押してもらうと、自分のお父さんお母さんのね、親のメールアドレスのところに、そのペアレンタルコントロールを設定するメールが届きます。多分こんな感じでね、お子様がエピックゲームズアカウントを作成しましたみたいな、そんな感じの、こんなメールが届くと思いますので、ここでね、続けるをクリックして、ペアレンタルコントロールを設定していきましょう。はい、そしたらここに最初に利用規約が出てきますので、利用規約を読んだら同意する。で、お子様のエピックでサインするを有効にしますかで、はい。お子様がチャットを行える相手はということで、フレンドのみとしかチャットできないとするのか、まあ、チームメイト、フレンドだったり、まあ、フレンドじゃなくてもチームメイトと会話、ボイチャができるのかとか、もう誰とでも、知らない人とでも、ボイチャ、テキストチャットができるのかっていう風にね、設定がありますので、その辺はね、お父さんお母さんと相談して決めてください。次にね、レーティング設定なんですけど、多分フォートナイトのレーティングが12歳以上になってるんで、これをね、下げちゃうと7とか3にしちゃうとフォートナイトプレイできなくなりますので、ここを12か16か18、まあ何でもいいです。上の4つのボタンどれか設定して続けるを押します。はい、そしたらね、本当にあなたがお父さんお母さんかっていうことを確認してきます。例えばね、10歳の子供とかが勝手にね、親のふりして設定を変えないように、本当にお前お父さんお母さんだなっていうのを証明しないといけません。まあ、顔をスキャンするのか、クレジットカードを登録するのか、免許証とかをねスキャンするか、まあどれでもいいので選んでください。この辺はお父さんお母さんにお願いしてください。はい、顔を近づけて、難しいな、近づいてください。あー、動かないでください。うーい、俺何歳だ？成人であること確認できたって。よかったよかった。15歳って言われたらどうしようかと思った。 OK、 これで成人認定されたので、
はい、ディスプレイネームを変更することができるようになりました。これでね、ゲームを再起動すると自分が設定した名前に戻ってると思います。はい、この動画が少しでも役に立ったという方はよかったらチャンネル登録、高評価、そしてここのね、アイテムショップ右下のところ、ここ Y ボタンを押してクリエイターサポートを TAKUMAN たくまんにぜひよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。